望としてはもうその早く岩田さんのところ、いや岩田さんを、うん、花から狙ってたわけじゃなくて、うん、山中に先開いたんで、あれぐらい前に攻めてもないと、うん、山中絶対俺のとこ粘るじゃないですか、うん、ってなるとまあ粘るか、うん、っていう感じになったんですけど、うん、まあそこで山中が引いたんで、うん、そこにこだわってもしょうがないなと思って、うん、4番手引いて4番手下げて、パワーアクション動いた後のこの作業で、も中井がもう踏んでたから、うん、もう、位置確保してた方が、うん、いいなと思って、あとはまあ稲垣さんももうもちろん出るだろうし、そうですね、後ろ深い脇さんかと思って吹っ飛ばしたんですけど、うん、山中でしたね、はい、山中って自分らしさは出たレースじゃないですか、うん、はい、まあ無理やり踏み合っても、うん、勝ち上がれないなと思ったので、今日のレースは、まあ、いかに深谷を後方に置いて、うん、みんながレースするかと思ったので、まあ、最低限の位置が、うん、取れてよかったと思ってますけど、まあ、森原さんね、これ3着かと思ったんですけど、そうですね、もうちょっとで乗ってる感じありましたよね、まあ必死です、うん、まずは決勝しっかり、まあ、でも今日が一番本格で良かったですよね、うん、2日間なんか自転車とのマッチングがいまいちだったんですけど、はい、うん、今日も変えたの、今日はちょっとシューズのサーンをすごくいじってたので、うん、ちょっと完全に戻して、はい、今日はもう元通りでやったんですけど、うん、まああれだけ動けるといえば、うん、まだ決勝の望みはあるじゃないですか、決勝でやったね、あと関東勢は待ってます